はい、こんにちは。今日はすぐ編めるナンバーモチーフの3をお送りします。前回7と2と3の時に3を一度編んでいますけれども、あの時は、中長編み、こちらですね、中長編みを中心にした編み方をご紹介しましたので、今日は基本的な細編みの方をご紹介したいと思います。合わせてご覧ください。はい、では早速編んでいきます。まずは作り目を19回編みます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19回ですね。はい、鎖編みを編みました。次は細編みですので立ち上がりを一目編みます。はい、そして裏を返していただいて、1つ目、2つ目の裏山に細編みを入れます。よいしょ。はい、そしてここを増し目にしたいので、同じ目に針を刺して、もう一度細編みを入れます。そして次の目も同じように増し目で一目に二度の細編みを編み入れてください。はい。今、二目ずつ増し目をしました。はい。次は細編みを一回入れます。そしてその次は増し目をしてください。はい、3はちょっとカーブが多いので、初めから増し目が多いので順番を間違えないように注意してください。今、増し目、増し目、細編み1、増し目と編みました。次は細編み1です。そして次は増し目です。増し目を一目に2回を編み入れます。これをまた2回繰り返してください。一目に2度の増やし目。はい。そして細編みを1度。次はですね、3 の、 尖った部分ですね、先ほどのここの部分を編んでいきますので、また間の2目を抜いた減らし目を一度編みます。はい、1つ目の目に針を刺して1目持ってきます。その後、間2つを開けて、この4つ目の編み目に針を刺して糸を引き抜きます。はい、これで3つ糸が渡っている状態になります。そこからこの3目を一気に引き抜きます。はい、ここで3のこの尖った部分を作ります。この後、細編みを2回、1回ずつ、2回繰り返します。はい、そして、最後のカーブのところは、増やし目
一目に二度の増し目、一目に二度、もう一度一目に二回細編みで増し目をします。はい、あと3回残ってますけど、1回は細編み1、そして残りの2つは増し目を2回してください。一目に2度の増し目です。はい、これで3は編めました。どうでしょう、少し糸を引いて調子を整えてください。はい、これ今ここくっついちゃってますけど、こういうふうに縫い付けるときは離してあげてください。はい、こんな3が出来上がりました。こうですね。はい、じゃあ編み図の方をご紹介します。はい、今、中長編みの編み図になってますけれども、ここの部分は全部細編みに置き換えて編みました。それが今日のこちらの3になります。素材によって中長編みが向いているものと細編みが向いているものとあると思うので、素材の良し悪しを見て合う方で編んでみてください。すぐ編めるので何度もほどいて編み直しして、あ、私はもうちょっとカーブがもっときつい方がいいなという場合は増し目たくさん入れてみたりしながら、好きな3というラインになるようにアレンジしてみてください。はい、今日はすぐ編めるナンバーモチーフ3をお送りしました。編み図は中長編みタイプのものを表示してありますが、細編みに置き換えても同じ編み図で編めますので、ぜひ試してみてください。ありがとうございました。